の仕草や言葉の使い方、そして反応の仕方でお相手の本心が見抜けたら、コミュニケーションが少し楽になるような気がしませんか？開運コミュニケーション講師、吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は仕草シリーズをお伝えしていきますが、相手の仕草、そして会話の仕方などからお相手の本心を見抜けるようになる方法、4つほど事例をお伝えしていこうと思います。まず1つ目がポケット。ポケットの中に手を入れる癖がある方がいらっしゃいます。このポケットに手を入れる人ってどんな人なんだろう。そして2つ目が、気の合う者同士は仕草や表情がすごく似てくるということがあります。この人は私に気があるのかな、気が合うのかなっていうのを判断するときにも使っていただけると思います。3つ目が、初対面の3秒握手。握手をすることによって相手とどんな風な関係性が築けるのかっていうところもお伝えします。4つ目が、話の途中に沈黙を作る人。この沈黙を作る人は意図して沈黙を作っているという可能性が高いというところを知っていただきたいです。ではこの後4つほど解説していきたいと思います。では1つ目、ポケットに手を入れる人はどんな人っていうところですが、ポケットに手を入れる癖がある方は秘密主義者な方が多いです。毎回ずっと入れてるというわけではないと思うので、例えば今自分の中に何か隠したい内容があるとか、本当は違うんだけどどうしても嘘つかないといけない、ごまかさないといけないってなっちゃってて、この嘘がバレないかなとか思ってる時のその秘密だったりとか、もしくはずっと何かこう秘密にしておきたいことを抱えてる人、言っちゃいけないって思ってる人なんかはポケットに手を入れる癖があります。これね、スパイの映画を見た時にあれって思ったんです。割とね、外国のスパイの映画を見ているとトレンチコートの中にポケットの中に手を入れてるスパイって多いんですそれが関係してるのかどうかは分かんないですけど、とにかく内緒のことがある人、そしてあんまり自分のことを打ち明けたくない方なんかはポケットに手を入れる癖があります。でポケットの手の入れ方でね、よいしょ、こうやって親指だけ引っ掛けて外に4本手を出している人なんかは自信がない人なんです。親指って自分のことを指してたりするんですが、この自分を守るためにこう内側にポケットに手を引っ掛けて4本だけ外に出してるっていう、そんな癖がある人もいます。これもね、最近気づいたんです。私夜中にね、 YouTube でなんかタレントオーディションみたいな動画をよく見るんですが、自信がなかったり不安で緊張感がすごかったりする人ってね、ポケットに1本だけ指入れて4本外へ出すっていう、そんな舞台に立ってる人をよく見かけました。これはやっぱり心理としてはつながってくるんだなって思っています。なのでお相手がポケットに手を入れている、親指だけポケットに手を入れているっていうような仕草を見つけたら、あ、今なんか隠そうとしてることがあってこれ以上突っ込んじゃいけないんだなとか、ちょっとこう心を開くのに時間がかかるかもしれないなって思っていただいて、無理やりその人の心を開かせるとか土足で突っ込んでいくっていうことはしないようにしてみてください。そして2つ目が、好意を持っている人同士は仕草や話し方が似てくるという、そんな傾向のことがあるんですが、これを同調傾向っていうふうに言うんですけれども、同調傾向は例えばまだお付き合いはしてないんだけれども、一緒に並んでる2人を見るとね、食べるタイミングが一緒とか、笑うタイミング、うなずくタイミング、そして拍手するタイミングとかも似ているっていう、そんなことが起こってきます。でこれね、家族でもそうなんです。家族の中でも気が合う合わないってあると思うんですけど、気が合う同士の家族って顔まで似てきたり、
よく似た者夫婦ってありますよね。お顔立ちとか雰囲気が似てるっていうのも同じで、気が合う人同士っていうのはなぜか同じような仕草、同じような言葉遣い、同じようなタイミングで笑うっていうことが起こってくるので、まあ、婚活中の方や、そして大勢の中での初めましての中でね、お話をするってなったりした時には、あれ、なんかこの人と私似てるとか、この人と今笑ったタイミング一緒だったって思う人は、だいたい気が合う人だと思っていただいて間違いないので、そういった方見つけたらね、ぜひ積極的にお話ししてみてください。そして3つ目が、お話の途中で沈黙を作る人っていうとこです。この沈黙はね、話してからすると、あれ、何喋るんだったっけなってなんて飛んじゃってることもあるんですが、話し慣れてる方からすると意図してわざと沈黙を作っていることがあります。沈黙を作ることによって相手がんってこうちょっと集中してくれる、聞こうとする姿勢を無意識に持つということを知ってる人たちなんです。講座とか会議とかに行った時に、上司でよく仕事ができる人、そして話し慣れている方って何か喋っててもふっと沈黙を作ることないですか？そういう時は周りの空気感が話を聞こうとしていない、集中力が切れているっていうのを見抜かれていて、わざと沈黙を作っているという可能性が高いんです。なので、もしあなたが何か人前で喋らないといけないプレゼンをするとかいう時があれば、会場の空気感を見てちょっとだれてきてるなとか、集中力欠けてきてるなって思った時には、一瞬沈黙を作るっていうことをやってみてください。そうすると周りの方が話止まったっていう感覚で話の方に意識を戻してくれるっていうこともよく起こってきます。そして最後4つ目が、3秒握手のルールです。この3秒握手ね、コロナ禍はちょっと難しいかもしれないんだけど、コロナが終わったらぜひやっていただきたいんです。で、これはね、例えば力強く握手をするってなると、すごく頼もしく力強い印象を与えることができます。そして優しくそっと握るってすると、やっぱり優しくて柔らかい感じの印象になってくるので、握手の仕方はいろいろ自分の中でね、種類を持っておかれるといいかなとは思うんですが、やってほしいタイミングが、初めてお会いする方には名刺交換をした後にちょっと寄ってよろしくお願いしますって握手するのも OK、 またはお話が全部終わってじゃあねってするときに、またお会いしましょうねって握手するのもあり、お話の最初と最後のところどちらかに3秒間手を握って相手の目を見つめるっていうことをやってみてください。そうすると、自分が見せたい、力強く見せたいと思ったら力強い印象を与えることができるし、優しい印象を与えたかったら優しい印象を与えることができます。これは3秒握手のルールっていうのがあるので、ぜひ会話の中に取り入れてみてください。さあ、今日は仕草からわかる相手の本音シリーズで4つほどまたお伝えをしてまいりました。皆さんがね、何か会話をするときに、なんでこの人わかんないんだろうとか、こんなことを考えてるのかなとか、いろいろモヤモヤしながら相手を探りつつお話をしている時間って、私はとっても無駄な時間だと思っています。それを理解して、多分こうだろうなっていうことが想像できたら、もうちょっと会話の質も上がってくるし、人との関係性を築くときにモヤモヤ悶々とする時間が少なくて済むかなと思ってお伝えしています。吉原亜美のミューズチャンネルには、再生リストの方にカテゴリー分けをして投稿していっております。チャンネル登録から再生リストを見ていただいて、あなたの毎日に使えることがあればぜひ取り入れてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。